裸のチェロは、パスクアーレフェスタカンパニーレ監督による1971年制作、公開のイタリア映画である、イタリア式コメディを代表する作品の一つである。ベローナという都会の環境、そしてアレーナディベローナの還元楽団という環境の中で描かれる、裸のチェロは、イタリア式コメディを代表する、最も美しい作品の一つである。夫、 ニッコロビバルディは失望するチェロ奏者であった。オーケストラの指揮者に勤務を停止されたのだ。彼は、ますます大胆なポーズで最愛の妻の写真を撮り始める。友人や同僚に見せびらかすために。露出趣味が極まり、明らかにさりげなく、オペラ、アイーダの公演の間、アレーナディベローナの満場の監修の前に、羅針の妻を運んでくるのだ。 自分のとって最も大切なものを公衆の面前に露出し、羨望させて到達不可能なまでの賞賛を受けること。離婚はありえない。困り者であるが、あまりに従順な若くて無邪気な少女である配偶者は、チェロのケースの中に入れられて、羅針のままで持ち運ばれることに同意する。ベローナの橋の上で彼女を露出する。それは、ダダイスト芸術家のマンレの有名なある、 写真作品の素晴らしい引用を構成する。ありがとうございます。